スロットが HD に行った戦術の修正を暴露。後半はより多くのデュエルに勝ち、より多くセカンドボールを拾い、より多くのボールを背後に送った。相手チームが1対1でプレイするリスクを犯していて、ディアス、サラー、ジョタのような選手がいる場合、彼らを生かして相手の背後にボールを送り込むべきだからだ。後半はそれがよりうまくいき、そこからギャップが開き、いかに良くなったか、ポゼッションの中でどれだけうまくプレイできるかを見ることができた。私がここに来た時、いろいろなことを言われたが、その一つはユルゲン・クロップ監督が12時半のキックオフを嫌っているということだった。そして今日、チームは前半、試合にうまく入れず、12時半のキックオフを嫌っている理由が示された。前半はひどかったけど、後半の修正は見事。ポゼッションの割合を増やすってもそりゃ、前半のようになるよねわら。きっちり修正して勝ったのはいいこと。クロップ寄りのスタイルに変えたら躍動していたけど最終的にはポゼッションやりたいんだよな。まあ前半低調で後半相手が疲れてきてからが本領発揮、というのはクロップ時代からよく見られたリバプールあるあるだからなう。強い相手との対戦時に、レベルをキープできるか試される。結局クロップサッカーに戻したから選手もやりやすくてうまくいったんでしょ。ボールポゼッションの落とし込み浜田いまいち。まあ今までの監督に比べれば圧倒的に戦力としては整ってるところで就任してるからな。クロップ偉人のメンバーとか見てみろ、涙が出てくる。クアンサの交代とか戦術変更とかスロットとマレスカは何でも話すタイプね。前からハメに来るチームも増えそうだな。